はい、今日は、お休みで家族13人になりました。で、タケノコ掘りに行きましたね。タケノコ掘って、うわー、これ湯がいてますね。7キロ10キロのタケノコがありました。鷹の爪入れなんだ、鷹の爪。これがね、あの鍋の蓋、これ大工さん、大会建設さんが作ってくれました。立派な蓋です。この内蓋の切り込みもフィットするように、1ミリぐらいの狂いしかないですね。すごいですね、大工さんはね。ありがたいです。今、お湯が沸きましたので、で、灯油コンロですから時間かかるんですよね、沸くまで。火が弱いです。沸騰しましたので今から約1時間半か2時間、鷹の爪を入れて、湯がきますね。皮ごと切り込みを入れて煮ました。後で、冷えてからツーッと剥けますね。ということで、タケノコの下茹でです。春の恵みです。ありがとうございます。